テラブ城市の石碑地部城は現在の愛知県豊田市でラブ町にあった日本の城。テラブ城は文明年間に鈴木忠治によって築かれた。テラブ鈴木氏はテラブ城を本拠に高橋総統部を支配して同地域に勢力を拡大しようとする松平氏と対立した。天文2年には岩津城外で鈴木茂鏡は松平清康と戦うなどしていたが、 三河に進出した今川義元に服属。しかし織田信長が台頭すると、織田氏側について離反したため、今川勢に攻められ、永禄元年には鈴木和時が松平十吉、元信と戦うなど、松平氏との攻防を繰り返した。重教の小茂正は今川氏に服属するが、桶狭間の戦い以後の今川氏の隊長に伴って、没落。城は、 A69 年、小田氏の重臣、佐久間信盛によって攻められ落城した。寺部鈴木氏は松平氏の進化となった。その後、慶長15年に、尾張徳川家家老の渡辺守綱が寺部に入宝し、一万四千国を領した。守綱は寺部城氏に寺部陣屋を構えて、以後渡辺氏が代々相続して、明治時代まで至った。 河内国白田藩の大名渡辺家は文家にあたる。現在の城市は寺部城市の森公園となっている。神谷門が移築現存している。また、書院、また否定は豊田市内の七州城敷地内に移設復元されている。ありがとうございます。